こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、魔さんの壺を叩き割りにソーラレイを占拠しました。精神ポイントボーナスが3ステージ分入ったので、すごく美味しかったです。知らないうちにレベルが全体的に高くなってますね。ポセイダルルートよりだいぶ高めです。ということで今回のステージですが、ポセイダルルートにもあったあの恐怖のイベントがあります。恐怖のイベント？そう、エマさん強制乗り換えです。そんなのありましたね。ポセイダルルートではポセイダルとの決戦時、DC ルートでは DC との決戦時と、大事なところで発生する非常に厄介なイベントです。各ルートの決戦時に置いてくるのは厄介この上ないですね。ちなみに DC ルートでは今回と、次回のステージが対象です。主力であるエマさんが戦闘に使用できないので、不安はありますね。フルアーマー100式海外内分のルキ体が少ないので、そんなに変わらない気がしなくもないですが、それでも戦闘要員が一人減るのは色々不安がありますね。ということで、ヌーベルディザードを主戦力とすべく、改造していきましょう。レッシーさんのパイロット性能が優秀なので、機体性能にテコ入れすれば活躍はしてくれそうです。武装面もパワーランチャーの射程が短いものの、攻撃力自体は十分にあるので、燃費の良さも相まってやれると思うんです。とりあえず今回は資金が尽きたのでこのぐらい。30万くらいありましたが、3機の運動性を10段階改造したりしたので資金は消えましたね。ちなみにこれ場初号機に S2 機関が搭載されていると発生するらしいです。さらに言えば原作通り、ラミエル撃墜時にシンジ君が報酬を担当して、綾波の笑えばいいと思うようやっていると、綾波も一緒に出撃するそうです。なお、今回はラミエル戦でシンジ君は何もしていないので、綾波は笑ってないです。さらっとガンダムマーク2に強制乗り換えしてるエマさん。ということでシナリオスタートです。敵はマシュマーたちとソロモンから出撃した部隊。今回の強化兵は少なめ。テイマルクに乗ってる二人だけです。ハンマハンマがエリート兵なのは良心的ですね。とはいえゲイマルクは機体性能や武装面が非常に優秀なので、特に気をつける必要があるでしょう。迂闊に近づくとマザーファンネルでやられます。マザーファンネルは射程が8もあるので、距離感には注意したいですね。邪魔なんだよ。
見切った。相変わらずエリート兵相手なら何の問題もなさそうです。エリート兵と強化兵の差がすごすぎませんかね。そしてダミーバルーンたちはソロモンに向かって進んでいきます。一応ソロモンに取り付いたら爆発するらしいんですが、ぶっちゃけ敵の気力を上げるだけなのでマジでやめてほしいです。敵を強くするだけのイベント。私が相手だ。この俺だってな。そしていきなりマシュマーが突っ込んできました。やる気満々すぎますこの人。まあでも途中で横から来られるよりは最初から来てくれた方が楽ではあるね。マシュマーの舞台で2回行動してくるのはマシュマーだけのようなので、こいつさえ倒せば問題はなさそうです。ひとまずシンジ君は敵があっちに行かないように避難。シンジ君の方に行かれたら正直どうしようもない。マシュマーさすがの強さ。インコムの命中補正で 69% とは、これは攻撃当てるのも苦労しそうです。運動制御段階改造したビギナギナでも 100% ならないか。それでも十分高い命中率。このしまった。まあいい、出直した。盾も出ることなく無事にマシュマー撃墜。一撃で落とせたのは大きいですね。そして厄介この上ないゲイマルク。射程が長い上にマックス兵器まで持ってるこのめんどくささ。ひとまず射程外ギリギリのところから敵を削っていきましょう。と言ってもこのまま放置しておくと怖いので、とりあえず1体に挑発。2回行動で2体からの集中攻撃が飛んでくる可能性は潰せました。バーニーの攻撃も 100% にしてくれるエリート兵。なんか今までの雑魚の中で一番優しいんじゃないかとすら思えてきた。しかし命中率は絶妙にある。いやこれはビルミットと量産型ニューガンダムの回避値が足りてないだけですね。攻撃当たると普通にめっちゃ痛いからな。量産型ニューガンダムは武器がインコムしか頼れない関係で、あんまり改造する気が起きないんですよね。切り払い対象武器だし、あんまり射程長くないから射程外攻撃できないし、6発しかないし、主力武装とするには若干頼りないですね。ドーベンウルフみたいにネバランチャーみたいな武器を別に持ってたら強かったんでしょうけどね。ドーベンウルフくれ。予期せぬ形ではありましたが、ゲイマルクが2体とも来てくれました。これは挑発かけておいてよかったですね。誰か攻撃されてた可能性高い。強化兵がこっちに来てくれたので、心置きなくダバを突撃させられますね。これでダミーバルーンばかりが攻撃されずに反撃で削りに行けるでしょう。強化兵相手の命中率に不安はありますが、ここはザクスリーに当てる目的でハイメガキャノンです。ゲイマルクにも当たったらラッキー。遠慮はしないぜ。まあ当たりませんでした。主目的のザクスリーには当てれたのでよしとします。強い。
これでとどめだ。来た。はい、メガキャノンを外したので熱血かけて一気に削っていきます。ちょうどいい位置にいてくれて助かります。レッシーさんがあと1レベで2回行動できるようになるので、ヌーベルディガードはそれからですね。射程が短いから2回行動できないとうまいこと攻撃できないんですよね。さあ、強制乗り換えさせられたエマさん、さりげなく持ってる激励です。というよりもこれぐらいしかやれることがありません。ぼやぼやしてんじゃねえよ。なんだ。まずはゲイマルクを1機撃墜。残り1機のゲイマルクさえ倒してしまえば2回行動してくる敵がいなくなるので、いろいろ安心できます。こちらも熱血で一気に削ります。誰か倒しに行けるのかっていうと、多分誰も届かないですね。おとなしくダバさんあたりで倒しましょう。ということでゲイマルク2機目も撃墜。残りは雑魚ばかりですね。ソロモンの攻略なのに、ソーラレイよりも戦力としては少ない。まあ、ハマーン様の部隊が出撃してなかったりと、いろいろあるんでしょう。ブラウブロとかがいないのが一番ありがたいことなんですがね。そしてなおもダミーバルーンは突撃していきます。ダミーバルーンが一定数爆発するか、ダミーバルーンが全滅するとイベントが起こるので、別に落とされても何にもないです。ただ敵の気力が上がるだけ。あのザクスリーとか大概気力上がってそうですよね。毎ターン倒してるし。ということでだいぶ敵の数も減ってきました。ダバを攻撃してくれた敵もいくつかいたので、反撃で削れてよかったです。増援が出てきました。ヘルブグイエーガーは HP の割に資金が美味しいので、きっちり仕留めておきたいです。位置的に適当にダバの反撃で全滅させれそうですけどね。さあ、バーニーが予想以上に戦闘に貢献しています。当てられるって最高ですね。ひとまずゲルググイエーガー以外の雑魚を早めに倒してしまいたい。このゲルググイエーガーに乗ってるエリート兵たちはなぜかレベルがめっちゃ低く、32しかないです。ソロモンでぬくぬくしてたんでしょうか。なんかザクスリーのエリート兵の気力が121もあったんですが、ダミーバルーンを落としまくった結果ですね。あのダミーバルーン毎回配置してくれないかな。こっちが倒すようとして、これでマシュマーの部隊は残りゴットンのみ。ゴットンはまだ2回行動もできないし、性格弱気のおかげで気力は初期値ぐらいまで下がってますね。周りがダミーバルーン落として上がった分、味方が撃墜されて下がって結果初期値。はしないぜ。ダメだ。やられすぎだ。貴様を倒しゃ俺は出世できるんだ。意外とやるじゃない。それなりに減らせました。これならアームで熱血かければ倒せるかな。
めときゃよかったかな。この落ちろっての。やったーね。言ってました。惜しかったな。まあエレ様が近くにいるので幸運はエレ様とチャムに任せましょう。白鵬座撃て。ゴットン撃墜。これで右側の敵はいなくなりましたね。あとはソロモン周辺の敵を片付けるだけで大丈夫です。こんな感じの弱さですが、資金は5000となかなかです。DC ルートってポセイダルルートよりもレベル上げと資金稼ぎが楽ですね。代わりに強化兵がマイステージいるけど、まあ数がいないのでそれほどでもないですね。ネームドキャラがまとまって出てこないのも意外と楽な原因かもしれませんね。ポセイダルさんたちはみんな仲良しすぎましたからね。ネギドクレイム。地獄の風よくと味わってみろ。ネギドクレイム。ということでダミーバルーンが全部撃墜され、ヤンロンとキュッテさんが出てきました。ポセイダルルートに比べたらだいぶ早い登場ですね。そしてドズルがギブザムで出撃。さらに無駄にかっこいいエリート兵も一緒に出撃してきました。こういう一般兵からの下はレグアイがドズルですよね。さてこのドズルのギブザムですが、一応原作通りいろいろやるとスレッダーさんの特攻イベントが見れます。条件はドズルとスレッダーがマップにいて敵が8機以下になること。イベントを起こすとドズルの HP が半分になり、スレッダーさんとその蒸気が消えます。もちろん帰ってきません。そのままいなくなります。別にコアブースターである必要は全くないです。スレッダーさんは戦力の中核を担う人物です。もちろんいなくなってもらっては困るので、このイベントは起こしません。というかギブザムの HP を半分削るだけで味方一人と死体1機失うんじゃ割に合わなさすぎますね。ちなみにリガ髄に乗せててもモビルスーツ形態ごと消えるそうです。バーニーのようにはいかないか。
ドロスに乗ってソロモンから部隊が離脱しました。残ったのはドズルと無駄にかっこいいエリート兵だけです。しかし、このゲームでは圧倒的にビグザムよりドロスの方が強いのであった。装甲はドロスの方が高い。運動性は少しビグザムの方が高い。攻撃力はドロスの方が高い。かわいそうなビグザム。そしてなぜかドズルカッカは宇宙適性が B なので、総合宇宙適性は B になります。ドズルが何をした?ただし、防御回避補正 30% のソロモンの上にいるので、ちょっと硬くはなるでしょう。ちなみにギレンとキシリアは2回行動できましたが、ドズルは2回行動できません。ドズルが何をした?ということでまずはチャッチャと周りのドーベンウルフを倒してしまいましょう。ソロモンの効果でちょっと回避率が上がってますが、そこまで問題ではないですね。今出てきたばかりなので、ダミーバルーン分の気力が上がってないというのも大きいです。あと、F91 やギギナギナはエネルギーがなくなってきてるので、ソロモンの上に乗って回復しながら戦いましょう。回復系の地形効果を受けれるのは久々な気がします。普通にダバ3命中率 0%。 ビグザムは対空メガ粒子砲の命中補正は高いみたいですが、大型メガ粒子砲の命中補正は普通です。ゆえにドロスのように攻撃当ててくるかもっていう不安すらなく、何の問題もなく避けられます。この人なんでビグザムで出撃してしまったんですか。これはガルマを呼んできてビグザム開発前にプランごと潰してしまう必要がありますね。これがもともとジャブロー攻略用に作られたっていうんだから、無茶がある。ソロモンに乗ってるおかげで、やっぱり硬いな。防御補正 30% っていうのはやっぱり大きいな。これでドーベンウルフも全滅。残ってるのはビグザムだけですね。あとはいつも通りに配置して、ターンエンドだ。待ちろー!意外とやるじゃない。宇宙的整備のおかげで大して効きませんね。ドロスの攻撃力に比べたら全然ですね。ということでまずは爆弾を爆破。続けて畳みかけましょう。凄まじいダメージが出ました。これで防御補正 30% 乗ってるのか。最後は幸運かけて仕留めましょう。遅い。
ビ家の人たちはいろいろおかしくなってるみたいです。ここまではっきりとおとり作戦っていうのも珍しい。もともと知ってておとりをやってるパターンならともかく。ということで、クリアです。 DC ルートは毎回資金をたくさんくれる敵がいてくれて、ウハウハです。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。